皆さんこんにちは。鉄道動画チャンネル MC のドラグノフです。今日ご紹介いたします鉄道模型 N ゲージは、加藤より2024年3月19日に発売されました品番101780特別企画品 JR 西日本3×1系特急ヤクモ国鉄色リバイバル編成の6両セットでございます。購入店舗は上新スーパーキッズランド大阪日本橋本店さんで、予約特価税込み 16,500円でございました。模型のご紹介の前に、モデルとなった実際の車両についてご説明をさせていただきます。 3×1系電車は日本初の振り子式車両として、国鉄時代の1973年に運行を開始し、かつては日本各地で活躍しておりましたが、2024年3月現在では岡山駅と出雲市駅を結ぶ特急ヤクモ号でのみ使われております。特急ヤクモ用の 3×1系は標準仕様としては白地にピンク色の帯が入ったカラーリングとなっておりますが、それ以外に特別仕様として歴代のカラーリングを復刻した編成が3本期間限定で走っています。その一つが今回ご紹介する国鉄色編成で、その他に紫色のスーパーヤクモ時代の復刻色編成と緑色の編成が見られます。はい、今回開封する商品はこちらでございます。で、今回特別ゲストとして来ていただいております。火花人でーす。なんでやねん。名前を言う、名前を。どうも、ホビー仙台区でーす。はい、よろしくお願いします。はい、中身このような感じとなっております。まあ、ご覧の通りですね、国鉄色を再現した編成ということで、今回 F さんには関連車両いくつかね、持ってきていただきました。何持ってきていただいたんですか？はい、ね。北海道の4パーボケ石狩で、スーパーライチョウですね。まずスーパーライチョウ。おー。パノラマ車が入ってるやつですね。で、石狩が。バーンと。はい。これは、ヤクモ号と同じ国鉄特急色ですね。そういえばですね、さん忘れてました。スーパーライチョウで思い出したんですけど、この間私、北陸本線のラストラン乗ってきましてですね、そのお土産を買ってきたんですけど、どうぞぜひ開封してみてください。はい、どうぞ。はい、3、2、はい。分かってんな。いや、偶然やねんけどね。マジか。今日まさかこれ持ってくると思わなかったからさ。すごいでしょ、これ。はい。ぜひ大事に使っていただければ。ありがとうございます、はい。ちょっと気を取り直して、この商品の説明をしていきます。この編成は、模型のモデルとしては、特約模号の車両 3×1系の6両編成、1本限定で国鉄時代の塗装に復刻されたと、そういうものになります。特約模号は、この現在の 3×1系車両から、新型車両 273系の置き換えが決定しておりまして、それに合わせて過去に存在した 3×1系ヤクモの車体のカラーを再現するリバイバル企画の第一弾として復刻されたのがこの国鉄色編成でして、これが2022年の3月から走っております。リバイバル企画としてはその後第2弾として紫色のスーパーヤクモ色、さらに第3弾で緑ヤクモも4編成ずつの限定で復刻されてそれぞれ走っております。この間ね、実はホビーセンター S さんと一緒に見に来ましたよね。うん。全部見るの大変やったね、あれ。あれはね、やるもんじゃないよ、やっぱり。一番大変だった、あれの。スーパーヤクモ食、ね。そうそうそう。朝9時5分に岡山出る便や。めっちゃ早起きして行ったんよね。18切符だけやとね、大阪からやとね、時間間に合わないんだよね。18切符と新幹線組み合わせて、なんとか間に合いました、うん。この模型の面白い点としては、ちゃんと今走っている 3×1系ヤクモの仕様になっているということです。パッと見はもう国鉄時代のヤクモ号そのままだし、似たような製品もね、いくつか他に出てるんですけど、3×1系は長年の活躍の間にいろいろとね、リニューアルされておりますので、色は国鉄色でも仕様としては現在の仕様、つまり国鉄時代とは異なる仕様となっています。模型を見ていくとちゃんと当該の編成を再現してくれているんですね。付属品としてはもうシンプルで説明書、側面の行き先表示シールと、あと、ここにドライバーが入っております。このドライバーは何のためにあるかと言いますと、先頭車のヘッドマークを調整するために使います。今回ヘッドマークはもう約もしか入ってないんですけど、ずれてたりした時にですね、ここでちょっとめっちゃ分かりづらいこれ。ここに差し込んで回して調整してくださいと、そういうものになっております。実はこの6両編成は現在のヤクモ号としてはかなり得意な編成の組み方となっております。こちらが出雲市側の先頭車で、こっちが岡山側の先頭車なんですけど、この2両目と3両目の車両、この2両はサブ編成と言われまして、他の4両とは異なる編成となっております。他の4両編成はノーマル編成と言われます。1、2、3、4、この4両で本来走る。この4両ノーマル編成は単独で走るか、増結車3両をこちら電気連結機のある側の先頭車に、ここに繋いで7両で走るとそういう場合が多いんですね。それに対してこの編成っていうのは中間に2両入れて6両にしているっていう結構珍しい編成なんですね。
簡単に1両ずつ見ていきましょう。まずこちらは出雲市寄りの先頭車両、黒3パー1の141番です。ここグリーン車なんですけど、こちらが1列でこちらが2列の座席という風に内装がきちんとこれ再現がされております。1両目以外他の5両は全て普通車の座席となっております。次にこちら2両目と3両目サブ編成の2両ですね。モハ3パー0の71番パンタ付きの車両とモハ3パー1の71番サブ編成と言われる編成でございます。この製品の大きな特徴として国鉄仕様ではなくて JR 西日本仕様の車番になっているということです。だから国鉄の時と JR 西日本でも車番の表記の仕方は全然違うんですよね。せっかくじゃあ F さん持ってきてもらってるんで、スーパーライチョウは国鉄時代の表記なんですかね。表記自体はこれは国鉄自体が全然違うんですよ。あと、なんだっけ、プレート仕様になってるんだったかな。西で言うと、サンダーバードとかが。はいはい。次、これ4両目なんですけど、サハ3パー1の231番。これ元グリーン車なんですよね。今、F さんがですね、私が喋ってくれて、めっちゃいろいろ調べてくれてたんですよね。すいませんね。あ、一応反対側も見せとく。いつこれ変わったんですかね。2009年の3月に改造されてて、こいつ自体は。窓割り自体は変わってない。単純にサロからサハに。格下げ。プラス200番、不番加えて、サハになってるやつ。あ、今2009年以前はこれサハ3パー1。サロ。ああ、そうそう、サロ。そうサロの3パー1系の31番だったと、そういうことですね。この車両めっちゃ改造してるんですよね。2009年に今の役務職になった時に改造をしまくってるから、いろいろと内装だっても全然違うもんね。あと2両ですね。こちらモハ3パー0の66番でございます。パンタグラフがついている車両で、パンタグラフそんな高く上がらないんですけど、まあ丈夫では、これめちゃめちゃ今更なんですけど、3パー1系って振り子車で低重心設計なんで屋根の上何にもないんですよ。これ全然違うよね。あれ関係ないけど、このマイクロ S の石狩、これすごいな、これ屋根上めっちゃリアルやん。頑張ってるよ、めっちゃ頑張ってんなこれ。はい、まあ違いがね、もう一目瞭然ですよね。まあ、ましてこっち交流車なんでね、屋根上すごいごちゃごちゃしてます。このモーター、スロットレスモーターですよね、おそらくね。最後これですよ、行きますよ。初仕様のやつやん、実車が。はい、これ車番が、こちら、サハ3パー1。あ、間違えた。これサハや、お、これサハやで、これサハ。サハやで、これ。サハやで、これ。これ元サハやで、これ元。これ元サハか。サハやで。はい、ちょっとすいません、どうでもか。違いました。クモハ3パー1の507番ですね。2段連連と、あとスタートが追加されてるっていうことで、この先頭形状は、JR になってから出てきた仕様なので、かつて国鉄所だった時代にはなかった形状となっております。つまりこの復刻企画で最初で最後の国鉄色になったなんですね。これ、こちら JNR マークはですね、2022年の3月の復活国鉄色が出た時にはなかったロゴでして、2023年の3月に追加されたものとなっております。 F さん、これ見て驚かれたことがあるということでコメントしていただいていいですか。これ Q マークが印刷やねんな、それ。あ、これね、自社もそうなんですよ。ちょっと見比べてみましょうかね。並べてみてるんですけど、反対側の先頭車とか F さん所有のこのスーパーライチョウとかのここですよね、マークが。これなんて言ったらいいのかな、パーツ化されてて言えばいい。あ、パーツやね。実写も別パーツになってるんだけど、ここだけ印刷なんですね。これ多分貫通路開けると邪魔なんでしょうね。あとこれ両先頭車でヘッドマーク真ん中のマークですね、このマークの大きさ微妙に違うんですよね。こっちの方がでかいという風になっています。ヘッドライトの点灯の予測確認してみてるんですけど、だってさ、暗くない？ヘッドマークはさ、アホほど明るいのにさ、これめっちゃ明るいよね。正直カメラで映したらこのヤクモのマーク明るすぎて、あ、暗くしたらちょっと明るかな。めっちゃ白飛びしてるやん。F さんのこちら比べてみましょうか。かっこいいよ。なんか、これやろ。うん、私もそう思いますよ。やっぱこれの方が適切と言ったらいいかな。色味とか光り方。F さん曰く、加藤の参拝式ライト暗いんで、ちょい加工によって明るくできるらしいんですよね。説明していただいていいですか。これ分解しないといけないのかな。まずは、こちらの車両を八つ咲きにして。やかんだろ。はい、まあ、細切りになるように、まずは作っていきます。いける？はい。こっちかライト。椅子んとこ。はい。剥いでいきます。はい。はい、いけました。一旦ここまで分解することができました。で、ここからじゃあどうされるんですか？ここのヘッドマークに光を送るための動光板カバーがここにあるんや。で、このカバーが、ちょっとこれ取ると分かるんやけど、このヘッドライトの、プリズムの、直下に来てるわけよ。ヘッドライトの LED ですね。そうそうそう、こうなってて、はい。で、この直下に来てるから、光が
通らないから単純に暗いの。こいつを加工してあげればライトも明るくなって相性膜もちょっと暗くできるっていう、この部分を、親の仇のおどき力でニッパーで切断していくと。例えが独特やないつも。まあ指でこう押さえながら切ることによって、はい、いらぬゴミをなくすことなくできると。ありがとうございます。ここはじゃあ捨てといていいですかね。いいよ、はい。こんだけですか。ここはこれだけ。こんだけ。これでヘッドライトもでバラしたのを君たち終わり、はい、終わり。あ、それだけ。たったこんだけの簡単そうなプロセスで、まあ分解ができる。こんなんでいいの。こんなんでいいよ。ちょっと組み戻すのが大変だったんですけど、まあなんとか組み終えまして、はい、じゃあちょっと点灯試験をしてみましょう。はい、どうでしょうかこちらの。おお、めっちゃかっこいいやん。ヘッドライト明るくなってんで、真ん中はちょっと光の量が抑えられた感じですね。こっちをちょっと比べてみましょうか。ちゃいますね。横から見ると明らかに通ってる光、これ。横向けてもらっていい？はい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 。もう全然ちゃう、全然ちゃう。光ってる？光ってるよ。ちゃうね。いや、ぶっちゃけ LED のその基板変えなあかんかなとか思ったんですけど、これならば十分ね、こんな格好で明るくなります。でしょ？すごいな。そうよ。こんな風になるんや。かっこいいよ、これ。めっちゃかっこいいやん。はい、F さんのご協力のもと、ライトの加工をちょっとしましたけど、あと、いじるとかっこいいのは、戦闘車のライト周り。この、中のこの縁、色差しをしてあげると、こういう風に、良くなると。横から見ても、違和感なく仕上げれる。またそれはちょっと後日やってみようと思います。最後にですね、ヤクモ号では新型車両273系が2024年の4月6日に運行開始して、サンパ1系を順次置き換えていく予定です。この国鉄食品編成は6月14日に運転を終了します。国鉄時代から活躍する L 特急タイプの車両で、今も走っているのはこのサンパ1系ヤクモ号のみなので、この編成の引退は鉄道の歴史の一つの区切りとも言えるかと思います。てか、こんな小鳥みたいな人は本当よくここまでね、残ってたなっていう気がしますよ。ね、本当に。もし見に行きたいという人がいれば今のうちです。見たり乗ったりした上で思い出として、この模型購入してみるのも良いのではないでしょうか。あと S さん的にはあれですよね。新型の273系が。出たらね。N ゲージでね。欲しいよね、やっぱり。私はまだそっちが買おうかなとはあんま思ってないんだけど、S さんは買う気満々っていうことで、製品化されれば面白いかなっていうふうに思いますね。加藤さん、商品待ってまーす。加藤がやってくれたら振り子機構がね。言い忘れてましたけど、この車両も振り子機構ちゃんとありますからね。めっちゃ今更の説明。忘れてたわ。走行シーンもご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。ゆうさんもご協力ありがとうございました。はい。はい。チャンネル登録、高評価して、次の動画をお待ちください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。気が向いたらまた来まーす。ありがとうございます。あ、見えてない。イエーイ。